は日本の大阪から来た倉永美沙、17歳8ヶ月です。どんなジゼルを見せてくれるでしょうか。楽しみです。彼女は決戦進出者の中で最も年長の17歳8ヶ月です。彼女はとても良い技術を身につけていますし、自信にあふれています。ただバリエーションの終盤があまりにゆっくりすぎました。バイタリティがほんのちょっと足りないのかもしれませんね。わざと